はい、ご覧の通りですね、今日は久々の開封動画、本当久々やな。リエルさんからね、送ってき、てもらってます。これが何やったかな、多分ねメンバーの箱いっぱいじゃなかったかなと思いますけど、頼んだねスピードが遅かったというか、あれが注文するのが遅かったんで、多分買われた方っていうのはほとんど到着してるんじゃないかなと思うんですけど、自分がほとんど最後じゃねえかなっていうね、そういう順番じゃなかろうかと思いますけど、はい、こういうふうにね、ようやく届いたんで、ちょっと開けたいけど、これまた名前書いちゃおうかな。ああ、これか。これやな。そうそう。パパのさ、こういうバッジが、これ俺の名前書いちゃう。俺の名前書いちゃうから。そうそう。こういうバッジがね。これ見たな。インスタかなんかで見たな。これがなんだ？あ、違う。年内に届く3000セット限定、リエルカレンダーセット予約販売。これやな。年内に届く3000セット限定2024リエルカレンダーセット予約販売でした。はい、すいません。何のことか忘れてるっちゅうね。はい。おぉ、かっこいいな。迫力感な。こういうカレンダーね。中は見せられないんやろうけど。あ、そっか。箱いっぱいやけど、名前がついちゃうな、名前がね。名前がついてるから。名前じゃない、札がね。はい。これ何やったっけ？何時もやったか。そうかやったかな。これが、アップルフェイス。アップルフェイスってどうなんだろう。アイラインチョコはあかんな。アイラインチョコはあかん。あ、これ蜂好きや。うん、アイラインチョコ。あ、これも蜂好きや。これ。コントラだ。コントラ。あ、これも蜂好き。アルジェ。あ。ほとんどねえやつ。あ、これとこれはもっちょんやけど。あ、欲しくはな。うん、欲しく。蜂付き3つ。草加が、とアップルフェイス。うん、こういう内容でしたね。あら、なんか俺勘違いしようかな。はい。他にも買ったんかもしれんけど、これ開けましょう。開けてみましょう。よいしょ。これは、ん？あ、ん？ 2 頭になっちゃうかな。あ、3頭になっちゃうか。頭がね、こう3つなってる。これ。これ確かね、持ってる。枯らしてねえかなと思うけど、ひょっとしたら枯らしたかもしれない。あれですよね。葉差しがすごく、あれが成績が良かったんやねえかな。確かそうやったような気がしますけど、なりちゃんパパが言ってたような気がします。はい。それに、アップルフェイスは、お初じゃねえかなと思いますけど、こちらの方。こちらの方が、あ、こうやつだな。こういうやつ、肉厚ね、アガブイデス系ですね。自分の好きなね。根っこはねえな。根っこはねえから、ちょっとガリガリで後でね、植える中。それに、こういう鉢付きがあるよな。持ってるやつ、持ってるやつか。確かにね、枯らしたんですよね。アイラインチョコ。うん、持ってるやつから開けましょうかね、持ってるやつからね。はい。アイラインチョコが、あ、こういうふうに土付きで送られてくるのは、初めてやな。あ、アイラインチョコやっぱいいな。夏にちょっと弱いイメージがなんか俺の中であるけど、
またちょっとディールパパとか聞いてみよう、どうやったかなっつってね。はい、こちらの方がくる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 厳重に巻いてる。はい、これですね。ね、こうエッジが赤い、こうメキシコポレデンシスとかなんかそういう感じですかね。で、コントラね、コントラ、コントラ、はい、コントラ、アイラインチョコは不動産チョコ、わからんことになる。これもこのまんまですね。このまんまですね。A の25にポンとポンと入れられる。もう時期もね、もう寒くなってきたので、いろいろ扱わずにですね、いろいろ扱わずに春まで待ちましょう。これはこのまんまの状態でですね。あら、こういうのか。コントラ、淡い色合い。これが、またくる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 、くるくる。結構梱包も大変やな、これ。はい、はい。これですね。2頭あります。こんな感じ。淡い感じ。ちょっとこう、エッジが赤いですかね。うん、こういうやつですね。これがコントラ。初めてなので、後でちょっとね、どういう風になるかはちょっとわからないですけど、はい。こういうやつね。自分は赤い多肉が好きって思われて、まあ確かに好きなんやけど、淡いやつもね、最近、嫌いじゃないというか好きなんですよね。うん。アルジェ。最後アルジェ。アルジェはどんなんか。淡い色合い。結構好き。けど、ポンとこうなんか気持ち的に、こう、テンションが上がるのはやっぱ赤は赤かな。うん。けど、淡い色合いも嫌いじゃないですね。これもちょっと淡い感じかな。こういう感じ。まあ今ちょっとこれ水を吸ってるんで、まあこれがね、水気がなくなったらまたね、違う感じになるかなーっていうようなことでね、思いますけど。はい、こちらぐる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 、おー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 、はい、こういうやつか。こういうやつやな、アルジェ。はい、こんな感じです。んで、これを、あれですね、A の25、この A の25。はい。よいしょ。A の25に、これを、このまま、ポンとね、ポンと入れる。で、ちょっと扱わずに、ね、春まで待つと。まあ、ちょっとね、まあ、リエルさん入れてくれてるんやろうけど、まあ、念のためというか、オルトランぐらいはね、オルトランぐらいはちょこっとこう、補充しときますかね、オルトランぐらいはね。で、まあ他の、この2つね、うん、カット苗。こちらの方は、まあまた、まあいつも通りのね、配合、うん、それで、行っていいのかなっていうね、と思います。はい、以上ね、こんな感じで、今回の、開封動画、本当なんか、久々。来たけどね、開封動画最近撮ってない、そういうのも結構多かったんですよ。うん。だけど今日はね、ちょっとね、久々ね、こんな感じで撮ってみました。あ、これにバッチやな。バッチと、バッチとカレンダーですよね。それを忘れずに。バッチとカレンダー。パンの、パンダの可愛い顔したバッチ。はい。とカレンダー。これのセット。こういうことでした。はい。皆さんはね、どうでしたかね。多分ほとんど自分よりね、早く受け取ってるでしょうから、はい。自分のね、多肉と比べて、こうでしたよ、っていうようなね、ことで、まあ、思ってくださるとというかね、うん、はい。こんな感じでした。ちょっとの、はい、今日は、内容の動画でした。はい、ということで、今日のですね、動画を、終わりたいと思います。動画をですね、
いいと思っていただけましたら、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。